勝1曲目はスローフォックストロットですね。はい、日本インターの特徴でもあります規定種目、今年はスローフォックストロットです。初めの16小節は全てのファイナリストが定められた基本のステップで踊らなければなりません。全身運動と交代運動を基本としたこの踊りは、大河のように大きく、そして緩やかな流れが特徴です。このカップルはどんなカップルですか？はい、イタリアから参加のボンシニョーリ組、昨年行われました世界選手権では第5位、そして今年5月末に行われましたブラックプールの全英選手権においては準決勝に進出しております。男性のボディーリードがしっかりしている選手です。足からのボディーストレッチが非常にいいですね。ちょっと気になるのは、女性がリードを待ちすぎて滑らかなムーブメントにちょっと乗り遅れているように見えますね。エントリーナンバー33、檜山浩二、檜山久美子。二つ森さん、このカップルはどんなカップルですか？日本のエース檜山組です。この選手もブラックプールで行われた全英選手権においては準決勝入賞を果たしております。国内では、敵なしの檜山組ですが、この日本インターだけはタイトルを取れていません。今大会ではと意気込んでいるんではないでしょうか。このカップルのいいところはどんなところなんでしょうか？そうですね、このスローフォックストロットを特に得意種目としております。音楽をゆったりと捉えているところがいいですね。また女性も以前と比べて大変良くなってきていると思います。では見ていきましょう。続いてのカップルはどんなカップルですか？先日の全英選手権では初めての準決勝入賞ということで、今ノリに乗っている谷戸組です。ダイナミックでスピード感のある踊りがこの選手の特徴です。女性のムーブメントがとてもいいですね。男性が踊っていく方向が正しいということになります。課題があるとしたらどんな点でしょうか？そうですね、女性に対してもう少し早めのアクションと位置取りができると世界のファイナリストたちと競えるくらいの踊り手になると思います。ご覧になっていて今日のダンスはいかがでしょうか？今日は調子がいいんでしょうね。とてもいい笑顔で表現していると思います。このカップルはどんなカップルですか？先日の全英選手権では5位入賞と世界的にも今一番活躍目覚ましいクロスレイン組です。パートナーのリン・マリナーさんは前世界チャンピオンのパートナーとして活躍していましたが、リーダーの引退とともにカップルを解消後クロスレイ選手とパートナーシップを組み活躍を続けています。ということは女性の方が大きな舞台での経験が豊富ということなんですね。そうですね、どんな動きも簡単そうに踊って見せてくれていますが、自分のすべきことを落ち着いてきっちりこなしているということですね。基本に忠実な男子に対して非常に表現力豊かな女性の踊りがこれからの男性の踊りをより成長させてくれるものだと思います。
ントリーナンバー116柳橋慎太郎浅見久美子。このカップルはどんなカップルなんですか？日本ナンバー2の柳橋組です。競技ダンスで踊る5種目の特徴をそれぞれに表現できる大変器用な、そして音楽性の優れたカップルです。今日は日本ナンバーワンの座を目指して気合が入っているのではないでしょうか。音楽性が優れているというのはどんなことなんでしょうか？そうですね、音楽的感性が良いということは、音を聞く耳だけがいいということだけではなく、フットワークからくるボディアクションとバランスがいいということですね。シューズの動きがとても綺麗に動いてますね。正しい体重移動ができているということですね。このカップルはどんなカップルですか？日本インターでは決勝入賞常連の本田組です。とても明るく華のある踊りをします。よくリハーサルされていて大変ミスの少ないカップルです。ですからこのような基本のステップの競技では力を十分に発揮していると思います。女性の衣装の色も素敵ですよね。そうですね、この会場に非常に映えていましたね。このように軽やかに見えるということは採点にも影響しますので非常に大事ですね。男性のリードと女性のフォローがとてもよくマッチしていて、お互いに力を発揮できる踊り方です。このカップルはどんなカップルですか？現在アメリカナンバー2、そして先日の全英選手権でも準決勝を入賞を果たしております。男性はこの日本インター2度目の出場です。今回はニューパートナーポークセナと組んでの参加です。以前と比べてダンスが音楽的にも技術的にも驚くほど成長していますね。女性の方はいかがですか？この女性は非常にいいですね。強さの中にしなやかさ、そして女性らしさを表現してくれています。体の運動がとてもスムーズで、顔の向きを変えるタイミングも他の動きを邪魔することなくとてもスムーズです。こういう動きですね。そうですね。ソロ競技のスローフォックストロットが終了。